フィナ、よく聞いて。時間がない。これを、これを持って。伝説の撃墜王を探しなさい。お母さん！あなたが撃墜王を。この番組は新しい物語を作ろう角川とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ねえねえ、どこから来たの？フィーニーです。え、あんな遠くから歩いて？私歩くの大好きなんです。アルシア中を旅してるの？私大事な人を探していて。何それ、恋人？伝説の撃墜王です。撃墜王ってなんだっけ？ほらあれよ、馬より速く走るとか空を飛べるとか。ああ、子供の頃聞いた。さすがに飛ぶとかありえないし、ただの噂でしょあれ。ん？うわあ！リヒトーや！リヒトーが出た！こんにちは。こんにちは。僕の名前はリヒトー。こんなところで。いきなりなんですが。お金ください！あれこれ一週間食べてなくて死にそうなんです。実はこれが聞くも涙、語るも涙な話でございまして、私とある方に買い出しを頼まれていたのですが、その代金を無譜なお店でもとい不慮の事故で失ってしまいまして。ついつい魔が差したとか欲望に負けたとかそういうわけじゃなくて、これはいわゆる男の悲劇と申しますか、せめて代金だけでも持って帰らないと。また飯抜きで飢え死に、もう辛抱たまらん。柔らかいじゃなくてつつましいでもなく、お金を。いやー、待って待って待って、花よりおっぱい？やっぱりご飯？あれ？君かわいいね。よし結婚しよう。じゃなくてご飯？あれ？結婚？お金？誰か！おかがご飯？結婚？おかご飯？これだ！あらー！買い出しからちっとも帰ってこないと思ったら何やってんだ？ごめんね。大丈夫かい？あの…私はナナ。そこの移動酒場の主人やってんだ。どうだい、お詫びにご馳走するよ。ナナさん、僕もご飯。金、買い出しの金は？それはでももう一週間も飯抜きなわけで。働かざる者食うべからずって言葉知ってる？でもご飯。私ご飯おごりますよ。いいから、こんなの甘やかしてもろくなことないって。ご飯で、あんた名前は？あ、ひなと申します。ひな、あまり聞かない名だね。どう書くの？漢字、こりゃまた随分珍しい。どこの生まれ？この辺なんです。随分山奥だね。その辺りに町があったなんて聞いたことないけど。いえ、母とずっと二人だけで暮らしてて、でもある日母がいきなり地面に引きずり込まれてしまって。かわいそうに、アビス送りになっちまったんだね。
アビス・オクリ？まさか、知らないのかい？いいかい、周りをよく見てごらん。みんな体のどこかに数字が刻まれているだろう。この世界は数字に支配されている。数字に支配されている。この国の人間は生まれたその時から何かをカウントすることを義務付けられてんのさ。カウント？例えば私のこの77、これは客にうまいって言われた数なんだ。逆にまずいと言われりゃカウントが下がっちまう。あんたも体のどこかに数字があるはずだよ。これですね。さあ開くのです。ダメです。おのれ、強情な足め。ダメ。何をやっとるか。でね、カウントってのはさっきも言ったように下がることもある。はあ。カウントを稼いでいられればいいけど、うまくいかずに下がり続け、もしカウントがゼロになっちまうとアビス送りだ。アビス送り。だから誰も彼も必死にカウントを増やそうと日々頑張り、減らさないように努力してるのさ。アビス送りになっちまったら、そのまま地中で死ぬとか、死より恐ろしいところに送られるって噂も。あ、ごめんごめん、私つい。いえ、いいんです。それともう一つ、カウントには大事なことがある。数字が低いものは自分より高いものに逆らえないんだ。逆らえない？そう、よく覚えておくんだね。カウントの差はそのまま身分の差にもなっちまうってこと。その意味でもこの世界は数字に支配されてるわけさ。で、ひなちゃんのは？一体何をカウントしてるんだい？確か歩いた距離だと。はあ？母がそう言ってました。ちょっと待って、歩いた距離は100キロで1しか増えないはずだよ。441ってことは今まで4万キロも旅したっていうのかい？はい、5年前からずっと大事な人を探していたもので。驚いたもんだね。並大抵の苦労じゃなかっただろうに。いえ、苦労だなんて。母が残した言葉ですから、必ずその人を探しなさいって。この数字が増えるたび、母と一緒に旅している気分になるんです。きっと見つかるよって励まされているような。それだけ思われてりゃ探されてる方も幸せもんだね。一体誰なんだい、その大事な人ってのは。伝説の撃墜王です。撃墜王？ええ、白く輝く星をつけた伝説の英雄です。聞いたことありませんか？ああ、あれはただの伝説でおとぎ話みたいなものじゃ。違います、旅の途中で聞いたんです。この町に伝説の撃墜王がいるって。だから私、その人に会いに。聞いたことないね。うん、私もこの町は長いけど一度も聞いたことはないよ。そんな。リヒト、伝説の撃墜王だってさ、あんた知らないかい？そうですか、お世話になりました。待って、ひなちゃん、撃墜王なんか探した？私をお探しかね。あ、白い星。その通り、白く輝く星をつけた廃棄戦争の英雄、伝説の撃墜王、つまり私がそうだ。はあ、あんたが。鼻が撃墜王。ひなちゃん、すみません、ずっと探していたもので。それは光栄だね、お嬢さん。私は軍の総長もやっていてね、詳しい話はこの先の詰め所で聞こう。
ちょっとひなちゃん。軍に逆らう気かね。では失礼。ひなちゃん。大丈夫かな、ひなちゃん。撃墜王の名を語って女の子にひどいことをする奴らがいるって聞くね。それが分かってて。この町に撃墜王がいるって噂、意外と広まってるようだね。信じる方がバカなんだよ。いいの？このままじゃあの子。おお！なんだこれ！なんだなんだ！こら！おい、ちょっと待ったまえ！君たち！リヒト！あの…いいね、君。実にいい。私、母に言われて5年間ずっと撃墜王さんを…君、名前は？ひなです。そう、かわいいね。そうだ。撃墜王さん、これ…バロット。あの…ひな君。はい。君はバロットホルダーなのかね。なんですか？そうか、違うのか。では…そいつをよこせ。でもこれ、母の形見で。面倒な女だ。なんで？待ってください。ん？なんだ？あなたのカウント320ですよね。それがどうした？私のカウント441あります。カウントが自分より高い人には逆らえない。そうでしょ？なるほど、確かにな。では、星をかけろ。あ、星をかける？そうだ、我々軍人の特権を持って貴様に争奪戦を申し込む。なんですか、一体。庶民ごときでは知らぬか。まあいい、貴様が星をかけなければ私には従う義務はない。さあ、どうする？星をかけるのか。かけます。それで、あなたがやめてくれるのなら。成立したな。カウントが低いものは高いものに逆らえない。だが、一つだけ例外がある。それが争奪戦。自分のカウントをかけて行う戦いだ。貴様ら庶民はせいぜい耳にしたことがあるぐらいか。争奪戦こそ我々軍人のみが行使を許された究極の特権にして最高の優越。選ばれし者だけの決闘。最高だね、その表情。やめて。やめて？それは負けを認めたということになる。ならば、争奪戦は私の勝ちだ。
見るがいい自分のカウントを。勝者は敗者のカウントを奪い取る。自分のものにだけ。これが争奪戦だ。いや、さて、お前のカウントはいくつになったかな。1、たった1になっているぞ。どうだ、バロットを渡す気になったかね。おとなしくバロットを差し出して私のものになれ。それとももう一度星をかけるかね。次は確実にアビス送りだぞ。どうして、うん、どうしてこんなひどいことを。伝説の撃墜王さんなのに。お前、伝説の撃墜王が何なのか知ってるのか。もちろんです。撃墜王さんは廃棄戦争の英雄で、白く輝く星をつけ撃滅せしめた敵の数をその身に刻み、人知を超えた力を発揮すると。正解だ。そしてこの私こそが伝説の撃墜王。なわけあるか、バーカ。お前、廃棄戦争がいつのことかも知らんのか。いいか、廃棄戦争があったのはな、300年前だ。300年だぞ。仮に撃墜王の伝説が本当だったとしても生きているわけがなかろう。伝説の撃墜王なんてのはな、もうどこにもいないんだよ。もういない、そんな。無駄だったな。300年も前に消えた撃墜王を探せとか言った母親が母親なら、信じる娘も娘だ。お母さん。5年間、4万キロ母のたわごとに騙されて無駄だったな。さあ、バロットをよこせ。それとももう一度星をかけるのか。どうなんだ、かけるのか。かけるよ。星をかけると言ったか、貴様。言ったよ。僕が彼女の争奪戦を代行する。なんだそのカウントは、-999。ゲのゲのゲではないか。そんなふざけた数字で挑もうなどとは、愚かさを通り越してこの私に対する侮辱も当然。アビス送りにしてやる。リヒターさん。リヒターさん、リヒターさん。どうしたどうした、何の抵抗もなしか。この娘。おかしくないか、-999ってありえないだろ。ダビ総長、そいつ変です。何がだ、-999ですよ。そうとも、ゲのゲのゲってやつだ。いや、だからカウントがゼロを切ってるのにアビス送りになってないんです。そいつ打ち消しているんですよ、-999ものカウントを。もう一つのカウントを持つことで、こいつはバロットホルダーです。おかげで髪すっきりしたな。貴様、何者だ。ねえ、ひなちゃん。あ、はい。もれ。撃墜王なんか探すのやめなよ。彼らは英雄なんかじゃない、ただの人殺しなんだ。だから撃墜王なんか探すのはやめて、普通に幸せに暮らしなよ。それが一番だよ。でも貴様、貴様は何者だと聞いているんだ。でも
それでも君がお母さんを信じて歩いてきた5年間は、4万キロの旅路は決してバカにしていいものじゃない。だから返してもらおう、彼女から奪ったカウントを。違う、こいつはただのバロットホルダーじゃない。あれは、あの星は、白く輝く星をつけ、撃滅せしめた敵の数をその身に刻み、人知を超えた力を発揮する。伝説の撃墜を。僕リヒト、次回のプランダラはパンツ祭りだよ。パンツ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 。そんなにパンツが好きなんですか。うん、ひなちゃん見せて。次回大嫌い。